おはようございます。こんばんは。タンチュンです。今日も楽しくダケタクトをやっていこうかななんて思っております。本日の内容はおすすめ錬金考察と錬金やっていきたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。装備錬金のまずこちらですね、海風の衣 S ランク防具となっておりまして、こちらは鎧ではなく服扱いですね。装備種類がありまして、鎧は攻撃タイプ、防御タイプが装備できるんですけども、こちらの制限に関してはローブみたいな感じなので、魔法タイプ、補助タイプ、妨害タイプが付けれる装備となります。入手場所としましては、こちらの浜辺の天使セラフィーの元気いっぱいバトル、こちらで集めることができます。では基礎効果見ていきましょう。 MP がプラス14、守備力がプラス10、特殊効果が休み耐性を 10% 上げるという形になっております。こちらの類似装備をね、ちょっと見ていただきたいんですが、例えばこちらゾーマに装備をさせようとした時に、防具の装備変更、こちらを押していただくと、はい、装備負荷がね、たくさんあるんですけども、今魔法タイプで装備できる防具が7つしかないです。ここ結構大事なところですね。まあ、A ランクも合わせたらね、結構あるんですけども、久しぶりに S ランク防具が実装してくれました。こちらは武器と違ってまだ数が少ないので、結構厳選していった方がいいかなと思います。海風の衣の類似装備としましては、こちらのトコシエの方位、おそらく魔力暴走率を持ってる方が多いかなと思います。賢さも漏れますね。あと水の羽衣、これもね、できたら賢さ盛りにしたいんですが、私はうまく揃っておりません。これで18が最高かな。もう一つこちらプリンセスローブっていうのがあるんですけども、私はこの装備で素早さ、賢さを一緒に上げております。これ一番使いますね。で、他のね、装備は今まで麻痺耐性プラス 5% とか、水の羽衣でしたら移動制限プラス 5% が虹の効果でなんとかつけれるって感じだったんですけども、今回初めて海風の衣で休み耐性が 10% 3つつけると最大 40% まで漏れるという形になっております。抽選一覧としましては、休み耐性最大 30%、 メラ属性域耐性プラス 8% の最大 24%、 守備力が9の27、賢さが7の21、素早さが5のプラス15が最高という形ですね。で、休み耐性なんですけども、時々 40% に対して、じゃあ 40% 持ったら無効にできるのかっていうところに関しては、できないという形になっております。さらに抽選数も21分の4ということで、結構狙うのも大変です。しかも虹の次の金が休み耐性プラス 6%、 銀になれば休み耐性 4% まで下がりますので、これを3つ揃えて 20%、 30% 作るのも結構大変かもしれないですね。域耐性に関しても同じ21分の4と、抽選数は少ないです。なかなか揃わないんじゃないかな。守備力が21分の5、賢さが21分の4、素早さも21分の4という形になっております。はい、私がね、こちら休み耐性を考えるときに、長弱点の 80% とか 100%、 120% にこの防具をつけるかって言われたら、つけないです。私がもしつけるとしたら、休み耐性半減のキャラですね。例えば魔法タイプでしたらグレイツェル、ムドウ、アークデーモン、妨害タイプだったらシドウ、補助タイプだったらゴルスラ、この辺が休み耐性半減なので、時々 40% のキャラの休みを受ける場合、まあ、ロトの勇者の剣戦とかですね、あれを受ける場合、うまく休み耐性をたくさん漏れれば、ごく稀に以下の確率で一発受けることができるかなっていう立ち回り、そういう時にまあ使うかなというぐらいでしょうか。まあ、まず虹3つ 40% は出ないと思った方がいいし、まあ、ワンチャン虹2つならギリ考えようかなっていう感じです。なので、どちらにしても狙っていくっていう感じではないかなと思います。たまたま出てしまったら、一応使える装備として置いとこうかなという程度でしょうか。続いてメラ行きですね。こちらに関しては半減激減で受けても、この装備つけてもそんな変わらないので、こちらは弱点に対して考えます。魔法タイプだったら賢者、エルギオス、バラモス、妨害タイプだったらシドウ、ドルマゲス、補助タイプだったらラーミアですね。この辺のキャラに、まあ一芸感のある装備ということで使えなくはないんですが、私的にはあまりイメージが湧かないです。弱点で受けるためにこの装備をつける、例えばフォレストドラゴのように、こちらの光の鎧をつけて魔剣士ピサロのグレンの魔剣を受けると、1体2体かばってるからさらにダメージを減らしたいっていうんであれば、こういうメラ属性呪文耐性は稀に呪文アップもあるので
つけようかなってなるんですけども、単体で受けるときに身代わり防御タイプでもないのにこちらの装備をつけていざギルド大会挑むかって言ったらちょっと私はしないかなと思います。基本的に弱点で受けるっていうのは怖いですからね。まあブレスなんで暴走することはないんですが、耐性ゲームなので基本的に弱点では受けないです。なので私的にはメラ属性域耐性はいらないと思っております。そして守備力ですね。守備力に関しては×でお願いします。こちらに関してははぐれメタルの鎧とかこちらの呪われし盾がありますので、しっかりこちらで守備力も漏れるし HP も上げれます。守備力はもう×としといてください。ということで残りは賢さと素早さですね。はい、私はこちら賢さと素早さの3つ盛りかハイブリッド手持ちで薄いところを作っていこうかなと思っております。ということで結論としましては、素早さプラス10以上、これを第一候補として作っていきたいと思っております。まあ一応出たとこ勝負に錬金はなるんですが、出なければまあ何かしらのいい色味で、なかなかね素早さも3つ出ないです。素早さ2の賢さ7、まあそんなんでもいいんですが、結局中途半端な装備になると一番使わないので、いい色味で3つ揃ったらそこで妥協するっていうのもありだと思います。このドラクエタクトっていうゲームは素早さ調整がめちゃくちゃ大事になりますので、第一候補は間違いなく素早さでいいかなと思います。では続いてこちら、ハイビスカスナイフ見ていきましょう。こちらはイベントクエスト2章の5話、こちらを周回すれば入手できます。浜辺の天使セラフィーの専用装備となります。こちらは装備種類は短剣で A ランク装備なので、もう専用装備としてください。汎用性装備としては×です。基礎効果見ていきましょう。 MP プラス11、素早さプラス13、特殊効果は回復特技プラス 3% という形になっております。特殊効果としましてはスイーツクローと同じなんですが、似たような装備で言うと最近で言ったらこちらかな、嵐の探検ジャミラスの装備で、結局あんまりうまく揃わずにこんな感じで最終妥協しております。なかなか3つ揃わないですね。こちらのスイーツクローなんですけども、こっちも3つ揃ってないので、私で言うと 8% しか回復特技漏れておりません。こちらをねセラフィーにつけてもいいんですが、どちらにしてもこちらの今回の装備は何かしら特化型にした方が使いやすくなるかなと思います。抽選一覧としましては、サンシャインメラ多段大義ですね、プラス 7% 最大 21%、 これが24分の4、こちら6分の1という形です。2つ目、天使のビッグウェーブ、プラス 7% の最大 21%。こちらも同じ6分の1。そして MP がね、ちょっとたくさんあるんですが、24分の9あります。多分だいぶ邪魔してくると思いますが、MP をこの装備で作る、多分使わないです。MP 盛りの装備は他にもたくさんありますので、特殊効果がもったいないので、MP は×としておきます。そしてプラス、賢さと攻撃、合わせて24分の7あるんですが、こちらもこの装備で使う意味がないので×としておきます。ということで2択ですね。サンシャインなのか天使のビッグウェーブ回復力なのかというところなんですけども、私まだ水着セラフィーはガチャも引いてないんですが、私のイメージとしましてはタイプが一応補助タイプなので、クエストにメインで連れていくときにしっかり回復力は欲しいなと思います。プラスアルファ特性剥がしとかとどめに最後サンシャインを使うという、そんなイメージで使っていくかな。このキャラは大義キャラなので火力をメインとして使っていくっていう感じではないと思います。まあメラならね、アリーナとか他にもたくさん3000、4000、5000ってダメージ出せるキャラいっぱいいますので、こういう補助タイプはしっかり回復力を上げといた方がいいかなと思います。ということで候補1に関しては天使のウェーブ3つ盛りプラス 17% 以上をラインと狙っていくっていう感じで錬金します。候補2としましては、まあ、なかなかね3つ盛り出ないので、天使2、サンシャイン1、プラス 12% とプラス 6% ぐらい、この辺が出たらもういい妥協ラインかなと思います。最悪どちらも出なくて色味も悪ければ、サンシャイン3つ盛りプラス 17% で作ってしまってもいいかなと思いますので、ここも出たとこ勝負ということでやっていきましょう。今回のイベントの目玉はこのハイビスカスナイフやと思います。まあ、セラフィー持ってない方もね、この装備は専用装備で作っといていいです。どちらにしても汎用装備では特に使うとこないと思いますので、この装備は完成させたいところかなと思います。はい、ということでちょっとだけ錬金しましょうかね。動画も長くなりますので軽く錬金して、残りはライブでやろうかなと思います。では錬金する。こっちはちょっと素早さ一択でいこうかな。全然出ないですね。じゃあ20連だけいきましょう。錬金錬金。お、虹出たけど休み 10% とね、メラ 8%、 もう中途半端すぎてよくわからない。守備力22、こんなんにしたところで使うかな。さあどうですか。錬金。休みは
うん、漏れないですね、なかなか。8% とかじゃ全然意味がない。素早さが来ないよ。素早さ来てくれ。素早さ調整大事なんです。あ、金の素早さ来たけど、色味めちゃめちゃ悪い。ひどいなぁ。じゃあラスト5連。残りはライブでやりましょう。あ、全然揃わん。とりあえず素早さ7。結構厳しいかもしれないですね、これ。では続いて、忙しな。こっち5。ハイビスカスナイフ。20連だけ行きましょう。揃ってください。お願いします。回復力 9% とサンシャイン。まあまあ、これの色味を良くしていくイメージかな。はい、一旦これにします。もうちょっとだけ。あ、セラフィ欲しいな。めちゃくちゃ使いたい。さあ、もうちょっと行こう。なんとかね、PVP はマスターに行くことができたんですけども、やはり錬金めっちゃ大事ですね。ラスト5連。天使のビッグウェーブ。なんとか 13%。サンシャイン 13%。賢さいらない。サンシャインが 15% いらないね。うん、とりあえず 13% 出ましたが、完全に賢さが死んでいる。スイーツクローと同じじゃないかい。はい、ということで残りはライブで錬金の方したいと思います。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは。